やっちゃうよ。大丈夫です。今日もやっていくんですけどね。今日はね、今年の、クララリーがあったんですけどね。まあ、ポノスは一足先にね、終わってしまったので、まあ、それのね、まあ、振り返りというかね、まあ、反省と、まあ、大きくね、ちょっと、話をまとめようと思って、今5個、項目をね、考えてるんですけど、話す内容ですね。今年の反省とか、悔しかったところとかね、そういうことをね、話していこうかなと思います。ということでですね、今年の、反省からですね、そうですね、今年はあんまり、ファーストシーズンは、すごいいい調子でね、まあ、優勝する、まあ、シングルが、ただ、ファーストシーズン確か勝てなかったんですね、全然。なんですけど、2v2 がめちゃくちゃ調子良くて、まあ、2v2 のね、勝ってて、結構、それで、2加点も強く、ライラットも絶好調で、結構ね、いい感じでっていう感じでしたね。はい。で、なんで、ファーストシーズンはね、まあ、ギリですけどね、優勝できたって感じだったんですけど、セカンドシーズンですね、正直、そうですね、2v2 がもう全勝できるなって思ってたんですけど、結果から見ると、2勝4敗っていう感じでね、ラットライキが2勝4敗、で、テンゴットミカンさんが確かですけど、4勝2敗なんですね。なんで、まあ、66かな。ポノスはね、昔から 2v2 が強かったんですよ。そう、なんで、シングルもね、言ったらその強いプレイヤーがめちゃくちゃいるんですけど、ミカンさんとかね、ラットとかもね、中心に、1v1 ね、強いプレイヤーもね、いるんですけど、だから勝ち抜きとかでも結構層も厚いし、2v2 がね、特に強いっていうね、そういう特徴のチームだったんですけどね、2v2 を落としてしまって、結構ね、序盤から、ほぼ終盤までか、終盤までね、結構辛かったなって、あ、そうだ。リプレイを直そうと思ってるんだ。ベリキン。はい、って感じで、結構ね、2v2 勝てなかったのが痛かったですね。逆にその、調子いいチームっていうのは、1v1 のプレイヤーが明らかに絶好調か、もしくは 2v2 が安定して勝てるですね。で、特にその、ファブとかをね、まあ、あと、世界大会決まった OGN ですね。もう、見たらわかるんですけど、やっぱりファブは確か12勝1敗かな。なんかで 2v2 がめちゃくちゃ絶好調だったんですね。で、1v1 もジャックが序盤はちょっと負けたりしたけど、終盤の方はね、いかつい、もう本当にえげつないほど無双してたんで、そうですね、1v1 も強いし 2v2 も強いって感じで、もう負ける要素がないような感じでしたね。なんで、結構そうですね。だからやっぱ 2v2 が勝つことが強いチームで 2v2 が弱いチームってないんで、やっぱり 2v2 が勝つことがやっぱ結構必須なのかなと。思いますね。で、あと OGN ですね。OGN は TNT が圧倒的に強く。で、しかも、1v1、1v1 TNT で 2v2 もね、途中まで4勝0敗とかで、一定期めちゃ無敗とかね、で、続いていて、終盤はね、ちょっと負けちゃったりしたんですけど、言っても絶対勝ち越してると思うんでね。普通に 2v2 も普通に強くて、1v1 が特に強い。そんなチームでしたね。なんで、やっぱり 2v2 を最後、キックス戦とかもね、もう勝てる試合とかもね、自分たちから攻めて、カウンターを受けてね、落としてしまったりとかね、そういう、やっぱ、実力がね、なんて言えばいいんだろうな。実力不足で片付けてしまっていいのかっていう話ではあるけど、まあそうですね、単純に相手より我慢ができなかったですね、本当に。っていう感じで、勝てる試合も落としてしまうっていう場面が多々あったのでね、ちょっと悔しいですね、本当に。だし、で、来年ね、今年通り、まあ多分来年もあるんじゃないかなとね、思ってるんでね、で、来年も、まあやっぱり、そうですね、それまで6ヶ月ぐらいあるんでね、そこら辺までしっかりね、また練習を重ねていきたいなと思っています。まあ、やばい、今年の反省なのに結構いろいろ喋ってしまった。で、悔しかったところは、悔しかったところね、めちゃくちゃあるんですけどね、まとめると、なんだろう、やっぱりそのね、俺個人的になんですけど、いや、それかよ、一番って思われるかもしれないし、まあ、確かにと思うかもしれないですけど、やっぱりその、言ったら、ラットがその、あれなんですよね。まあ、マネージャーの人とかも言ってたんですけど、ラットがその、ファブからわざわざそのポノスに来てくれて、で、ファーストシーズンはね、そのおかげもあってね、優勝することができたんですけど、もうね、セカンドシーズンがやっぱりそのファブが世界に行って、でポノスが、予選でもうね、予選でというか、まあ、プレーオフで落ちちゃったので、そうですね、ちょっとそこに関してはせっかく世界大会に行くために来てもらったのに、ちょっとなんかだなーっていう、申し訳ないなっていう、まあ悔しいですね。それもまあ行けなかった自分も含めてなんですけど、まあ、そういう感じのも、思ったりもし、まあ、あとはね、単純に自分がその TNT とかジャックぐらい強ければ別になんだろう、困ることもなくね、世界大会にも行けたと思うんで、正直ね、悔しいな。でも結局悔しいですね。本当になんか何がって言われたらマジで全てが、本当になんか世界大会とかも自分たちが見ないのを見るのも普通に辛いし、そうですね、このアジア最強アジアのね1位決定戦でさえちょっと見たくないですね。悔しい。結局見るんですけどね、見てね、見るたびにまあ出てねえな自分らってなるんですね。なんでマジで来年こそはって思いますね、本当に。で、今後どうしていくのかですね。で、今後はね、まず半年ぐらい空くんでね、YouTube は絶対に、そのね、ケンツとかもやっぱりその YouTube2 本出しながら、リーグでも結果出してるんで、言ったらそのね、リーグ、俺がリーグがある日にね、動画出さなかったりしたんですけど、それも言っちまえばね、まあ甘えではあるんですよね。ケンツとかもその試合が終わった後にも動画を出して、あれはめちゃくちゃすごいと思いますね、本当に。なんで、本当に、で、しかもリーグもなくなってね、もう動画出せない理由もなくなるので、ちゃんと、毎日投稿、去年よりも、より毎日投稿をね、していこうかなと思っています。ここ6ヶ月はですね。で、リーグが始まっても、ちゃんとね、また、来年リーグが始まってもね、ちゃんと続けていきたいなと思ってます、個人的には。はい。で、そうですね。で、あとは、今後ですね、まあ来年もクララリーグ絶対にあるとは言い切れないけど、やっぱり日本がね、盛り上がってもいたし、そうですね、本当に、まあ日本開催だったらラッキーぐらいですけど、正直どこ開催でもね、参加したいなとは思ってますね、正直。なので、その、ちゃんとね、チームを引っ張っていけるように、実力もね、つけていきたいなと思っています。ということですね。で、来年の、そうですね、そんな感じですね。で、来年の抱負ですね。来年の抱負は、まあ、世界一を目指すっていうのはね、もちろんなんですけど、ね、やっぱりもっとね、今年もでもやっぱ去年とかに比べて、そのね、韓国に応援しに来てくれたりっていうね、人が結構やっぱいて、本当ありがたいんですけどね。いや、マジでなんか自分が韓国に行く立場だったらって考えると、結構その、自分が応援してるチームを応援するために海外まで行くって結構、なんだろうな、その、なんて言うんだろう、すごいと思うんですよね。その相当のやっぱ熱がないといけないじゃないですか。それをやっぱ来てもらえるっていうのがすごい嬉しいですね、本当に。もうありがとうございますって感じで、今年はね、やっぱ去年に比べるとそういう来てくれる人がね、やっぱりめちゃくちゃ増えたっていうね、があって、なんで来年はもっとね応援してもらえるように、ね、ポノスの、目標でもあるんですけどね、ちゃんと愛されるチームになり、愛せるプレイヤーになるっていう、ね、そのポノスのね、オーナーの人もね、そういう目標を掲げているので、ちゃんと来年も続けたいなと思っています。はい、って感じでね、来年は絶対世界大会行きたいですね、本当に。行くだけではなくね、優勝もしたいですね。やっぱ悔しいなぁ、そう考えてると本当に。だし、マジで、くそー、マジでもう本当に悔しい、マジで。なんですけどね。いやー、思い出すほどね、やっぱ後悔がありますね、後悔が。なんか練習で、ああしとけばよかったとかはね、そんなにないんですけど、やっぱり試合でのね、そのああいうミスをしてしまったとか、なんでああいうプレーをしてしまったとかね、やっぱそういうのがすごい思い浮かぶんでね、いやーマジで。で、しかも応援めっちゃ、その韓国に応援しに来てくれた時にね、自分たちが負けちゃったりとかもね、したので、ちょっとね、やっぱ勝ちたいですね、もっと勝ちたい、本当に勝ちたいな。いやマジであと言ったらね、始まるのも半年後とかだと思うんで、なのでまた来年ね、始まるまでにね、もっともっと、力をつけて、もう今のねジャックとかよりももっともう本当にマジで強いんで、ジャックとか練習してたら分かるんですけど、本当に圧倒的なんですよ、マジで。それだから、あれよりもね、強くなれるようにね、練習をねしていきたいと。オフシーズンこそね、やっぱりオフシーズンとかはね、ちゃんと毎日、コツコツね練習をする。絶対ファーストシーズンね、KK ぐらい、ね、無双できると思うんでね、もうそれはやっぱみんなのもうほんとプロプレイヤーね、憧れだと思うんでね、そこを目指してね頑張りたいと思います。そのくらいですね、本当に。で、今日ね、いやー、くっそマジで、なんかさ、この今まで反省動画とかって結構出してきたけど、振り返り動画とかね、やっぱりそのありがたいことにね、結構優勝とかねしたことを振り返ったりしてたんですよね。そういうことが多かったんで、なんでね、やっぱりその負けたシーズンを振り返るってことはあんまりしてこなかったんですよね。そうなんで、今やっぱ振り返ってみると、やっぱりね悔しいですね、本当に。そうなんでね、マジで本当に泣くほど悔しかったな。いやー、はい、ということでね、今日この辺で終わろうかな。この動画ももうね、この2倍速にしよう、試合も。なんで、来年こそはね、本当に応援してくれている人にもね、ちゃんと気持ちに応えられるように、めちゃくちゃ強くなって、本当にめちゃくちゃ強くなってね、来年こそはね、優勝して、世界大会行きたいな、本当に。行って、世界大会で優勝したい。マジでしたいですね。って感じで、今日はね、こんな感じで終わろうかな。よし、終わろう。よし、終わります。ということで、今日はね、こんな感じのリプレイを見ながらね、解説じゃない、ちょっとね、今年のクララリーグのね、反省とかね、まあ来年の抱負とかね、語っていく動画になったんですけど、まあ来年はこの動画も、もっと明るい雰囲気でね、いや、優勝できてよかったっすねーってね、適当に笑いながら、出せるようになりたいですね。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。またね、毎日投稿、もう本当にずっとやっていくつもりなので、もしよければね、高評価と、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で終わります。バイバーイ。